嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それは明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。貯金200万円で地方の数十万円レベルの激安ボロ物件の所有権を複数購入しリフォームして賃貸にはし利回り50から 100% 以上を目指す投資を考えています。地方に人が減るのは分かっているので5年10年で撤退するはずもりですが、日本は生活保護の最低限のお金を払うので激安賃貸を借りる最低限の人はいなくならないと思ったんですが、このビジネスが長続きすると思いますか。 SNS とお知りビジネスもするので聞きたいです。所有権を持たなくていいんじゃないですかね。要はその多分所有権を持って自分でその利益を上げていくっていうのを考えていくんですけど、例えばじゃあ200万円で所有できるマンションの数ってたかが知れてるんですよ。でそことオーナーが要は売りたいっていうのにならなきゃいけないわけじゃないですか。で重要なのはリフォームをする能力じゃないんですよ。リフォームってリフォーム屋に頼めばいくらでもできるので、生活保護の人をどれだけ抱え込んでそこのリフォームしているところに押し込めるかっていう、生活保護の人のマーケットをどれぐらい抑えてるか、生活保護の会員名簿をどれぐらい抑えてるか、もしくは知り合いを生活保護に押し込めるかどうかっていう、そっちのが重要なんですよ。なのでそこを抑えてればマンションを持ってるようなオーナーとかにお客さんいないでしょ、じゃあ借り上げてあげるよ、その代わりじゃあいつもの3割な、要は家賃3割で1年間借り上げてやるよ、でもゼロでほっとくよりは3割でも借りてくれるんだったらいいやってなるわけじゃないですか。でそこに生活保護のやつを押し込む。でそうすると別に元手がなくても、要は元手がなくても生活保護の人を押し込めばそこでお金がもらえるわけじゃないですか。なのでそのビジネス自体をやるんだったら自分で所有権を持たなきゃいけないっていう考え方はちょっと違うんじゃないかなと思います。一言お願いします。40代です。10年前のことですが生活保護申請なんか生活保護の話が続きますね。初月受給後に父親が密かに預金してくれていた私名義の預金数百万が指摘され打ち切ったのに全額返還になりました。役所は銀行協会にしっかり確認するようです。私の中にありませんでしたが家族のやり方を知ることができていいことでした。おお、どっかで読んだ話で、父親そのなんか大学生の時に一人暮らしをするっていうことになって、で父親がそのいい時計をくれるんですよ、その息子に。でこれは結構いい時計なんだけど、ただ本当に困ったことがあったらそれを売ってその金で何とかしろって言ってその時計をもらうんですよ。で何年かして、でそのもう大学を卒業して仕事し始めてかな、でそのなんかトラブったかなんかで本当に立ち行かなくなって、親からもらった大事な時計っていうのをもうこれを売るしかないっつって売りに行ったのよ。したらその時計偽物だったのよ。で息子は親にふざけんなって電話したわけですよ。今までその本物のいい時計、高い時計だと思って親を信じてて、その本当にやばい時に信じてた親に裏切られたからめちゃめちゃショックだったのよ。で親に電話してふざけんなって話をしたら、その時に言った親は、人は本当に困った時にさらに騙されるから気をつけろって言ってそのお金出してくれたのよ。っていうので、まあ、結局そのお父さんはそのお金を出してくれるっていうのもあるんだけど、要は困った状態になった人って騙されやすくなるのよっていうところで、そこのところも含めてそのお父さんはその先も読んでたから、やっぱいいお父さんなんだなっていう気がしました。はい、これどこで読んだんだっけな。そうそうね、いい話なんだけどね、本当にただ偽物を送っただけの親っていうのもいるかもしれないからね。2チャンネル自体差し押さえ回避でどこにお金を隠したんですか。僕でもね、隠してないんですよね。もともとそんなにお金なかったんで、あとね、家に家財道具しか本当なかったんで、差し押さえで家に弁護士さんとか来たんですけど、何にもなかったので差し押さえできませんでしたっていう。食糧難になるから自給自足できるようになっとけと言われたんですが必要なんですかね。多分それ言ってる人バカですよ。まず日本で食糧難で自給自足になるような状態になった時に足りなくなるのは石油です。要はその石油って他の国からタンカーとかでお金払って買ってこなきゃいけないんですよ。
で、それを港にくっつけて、で、それをそのなんか各地方に送んなきゃいけないんですけど、自給自足ができるような地方で、車を使わないで生活できるところは日本にはほとんどありません。その車も使わなくて自給自足できますっていうので、あの瀬戸内海とか海沿いのところで魚取って食えますとかっていうタイプのところは行けます。ただ自給自足って言ってる時って大体なんか農業なんですよ。で、農業石油なしで今日本はできません。なので、あの無理っすなので、もしその日本がまずくなったらどうするかっていうのであれば、その畑をどうこうじゃなくて日本以外で暮らす手段を手に入れた方がよっぽどあの選択肢としては広がるので安全なんじゃないかなと思います。はい。政治的に見て日本とイギリスとフランスの大きな違いって何だと思いますか。なんか質問がざっくりすぎてて、そのなんかあの砂糖と塩と醤油はどう違うんですかみたいなんで、あの何で比較しているのか、どういう答えを聞きたいのか分かんないので、なんかね、あのとりあえずあのしょっぱいものが好きなのは日本人っていうことを言っときましょう。はい。こんにちは。今大学3年生ですが、コロナで1年就職が難しいと聞いたので、就職時期をずらすために大学院に行くのは安直な考えでしょうか。でも大学院に行くこと自体は僕は賛成です。ただ就職時期をずらすためっていうので行くと多分損しますよ。あの結局その就職時期をずらしたとしても景気が良くなるっていう理由はなくて、でただ大学に行ってちゃんとスキルが手に入ってるんだったら、要はスキルがあるから採用しましょうっていう形になるので、就職時期をずらすんじゃなくてきちんとしたスキルを手に入れるっていうために大学院に行くならいいと思います。今後のキャバクラ飲食店地方繁華街はどうなると思いますか。うん、厳しいんじゃないですかね。多分立ちんぼになっちゃうんじゃないですか。みんな結局そのある程度その固定費かかって、そのかけてなんかキャバクラ繁華がいいみたいになってると思うんですけど、その固定費かけてらんないよねっていうのと、でもそのお金が欲しいよねっていう人が多分立ちんぼ始めちゃうんですよね。で今でもそのパパ活みたいなやつとか、その出会い系サイトで売りをやったりとか、結構その IT を使ってその個人であの売買春って行われてるわけじゃないですか。でそれが加速しちゃうので、そのお店がピンハネするっていうか、まあ中間搾取をする余地はどんどん減っていくと思うんですよね。30歳男です。自分は中卒で労働ごく普通の生活をしてきました。老後定年した時コンビニバイトとかやりたくねえと思い、とりあえず今から労働しながらネットで稼ぐことを考えようとパソコンがありましたが、何をすればいいですか。コンテンツ販売とかですかね。勉強する余裕があるのでセミナーとかに通った方がいいですか。まずお金を払って何かを学ぼうとすると、カイドウさんみたいなタイプの人はかもられるので、あのお金を払わないでできることを始めてみてください。まずはそのなんか無料のブログサイトとかであの文章を書いてみて、であの Google のアドセンスとか申し込んでみて、でその人がそのページを見るとお金が1円でも入るっていうのをまず体験してみてください。要はその何かをするといくらお金が入るっていうのが、じゃあその1円入るのを、じゃあ今度は5円にすればいいし、10円にすればいいし、100円にすればいいしと。で、その文章を書くっていうのに1時間かかるんだったら、じゃあそれを30分にできるようにとか、15分にできるようにっていうので、どんどんプラスになっていくのがお金を稼ぐってことなんですけど、なんかお金を稼ぐためにお金を払うみたいになると、結局そのお金だけ取られて何も手に入らないっていうことが多いので。大学2年生です。HTML、CSS、JavaScript、Ruby、Ruby on Rails の勉強中です。そんな細かく書かなくても大丈夫ですよ。時間とか場所に縛られずに働きたいので、卒業後これらの言語を使用してフリーランスで働きたいと思ってます。金銭面でも安定するのに定職に就いた方がいいのかもと迷ったりします。どう思いますか？僕だったらでも就職をお勧めしますね。要はあの、フリーランスで働くっていうんですけど、仕事は誰からもらうんですか？あの要はスキルってある人って世の中にめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。でもスキルよりもそのお金を払って仕事を発注する人を見つける方が難しいんですよ。で一回エンジニアの会社とかに入っちゃうと、じゃあ今度ちょっと僕独立したいんですよって言うと、あいよいよじゃあ仕事あげるよって言って、普通に元いた会社から仕事くれたりするんですよ。でその要は会社って人がいるとその固定費として、まあ、その人の机代とかその人の家賃とか社会保険とかいろいろ払わなきゃいけないんですけど、その人が独立してプログラムをやってくれたそこの対価だけ払うってなると実はコスト安くなるんですよ。
で、その、じゃあプログラムの仕事なくなったっていう時って、それでも会社、社員ってお金払い続けなきゃいけないんですけど、フリーランスとかだと今月ちょっと、うちの会社厳しいから払えねえわ、みたいな感じで、まあ、厳しくはなるんですけど、ただ、そういう感じでその自由が利くので、会社って社員を雇うよりはフリーランスをうまく使った方が、経営が安定するんですよ。なので、お金をくれる人、払う人っていうのをまず捕まえるっていうのが重要なので、で、会社で一回働くと、どういうふうに、その、お金を持ってる人、その発注する人っていうのと知り合って、どうやって口説けばいいかっていう、そういうのも見えてくるので、プログラムだけだったら独学でできますけど、その営業っていうのは人のを学んだ方が早いんじゃないかなと思います。